ペフアナイフチャンネルだよ。 TRO タローだよ。ヨネヤンだよ。リカルド、勇気は僕のセットアップを真似して速くなった。言いおりますね。何を言ってる。角田選手がね、調子がいいのリカルドが、中国ではリカルドさんが前に行きましたけども、角田が調子悪かったから、うん、リカルドが前に行っただけ で、まあ、基本的には完敗のくせに、だから中国の前ぐらいにこれ聞かれたのかもしれないね。これ中国の木曜日ですね、うん、はい、あ、中国週末ね、うん、でどうなのって、いやいや、あの今年の勇気は早いよねって、まあでも勇気が早いのは僕のセットアップを、まあ、マルコピしとくらあいつやって、俺の走り方までマルコピしとんのやって、俺が育てたんやってことですか、うん、でもコピーされて前に出られちゃったでしょ。ちょっと遅いんちゃってすごい負け惜しみってことですかね。同じセットアップであんたの方が後ろにいるやんってってことでしょ。まあ真似してようがしてなかろうが負けてるのは事実っていうことですよ。まあまあ上海では角田君よりリカルドも早かったですけど、うん、コンマ3秒、うん、まあ、言ってもまあチームでチームメイトなんで、そのどこのチームもそのお互いのセットアップ見て、うん、まあ、こっちの方が早いよねって、まあ、いいとこ取りをしますから ね、うん、でその同じ走り方ができるんだったら同じ速さ出るはずだよねっていう、まあ、でもそれぞれ、ね、ドライバーのスタイルっていうのはあるんで、全てが速い方に合わせればいいっていうことはないと思うんだけど、うん、まあ、これ どうなんだろう、ま、負け惜しみ。いや、まあ、うん、それでも僕のおかげリカルド先生、うん、角田を勇気を育てたのはわしやということですか、うん、で結果としてチームの力がアップしてるでしょっていう、僕必要でしょ、貢献しとんのやということですか、っていうのが言いたかったのかな。まあ、いや、そうじゃなくて、まあ、実際これ上海の木曜日に聞かれてるんで、まだ今年勝つ前、はい、今年4連敗してる状況で、まあ、言ってることなんですけど、うん、ただまあその角田くんが速いっていうのは、これ別にリカルドと比べてどうこうじゃなくて、はい、まあ、明らかに車の限界かそれ以上を出してるよねは、まあ、明らかなわけじゃないですか、はい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 、あんだけ Q3 に行くっていうのも、まあ、その角田くんが速いのは何か特別なことをやってるんですかと、うん、例えばドライビング面だったりセットアップ面だったり何、うん、か特別なことがあるのかっていう質問に対して、うん、いや別に何かその角田くんが特別なことをしてるわけじゃなくて、はいはい、ただ単純にアタックラップを予選例えば Q2 で、うん、Q3 いけるかどうかってギリギリのところでいいラップをまとめられてるだけなんだよっていうのがまずリカルドの答えとしてあって、でまあそれができてるっていうのが、まあ、一つは去年のメキシコグランプリでリカルド予選4位取ってますけど、あの時に、はい、あの時にセットアップ面でそれまでのアルファタウリとしてはやってなかったようなセットアップをやり、これがいいんだっていうブレイクスルーが一つあったんですね。っていうのは、まあ、リカルド、あの、本当それオランダグランプリでトライしようとしたやつなんですけど、ああ、そうですね。ハンガリー、ベルギーで走って、夏休み挟んで、夏休みの間にいろいろと変えようっていうか、はい、まあ、こういう方向で行った方が、リカルドのドライビングには合うんじゃないかっていうのを、アイデアがあって、オランダでやろうとしたら、まあ、FP3 でドンガラガシャンやって、うん、まあ、しばらくお休みしてしまったと、はい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 。で、そのお休み明けのオースティンで、オースティンも確かスプリントレースだったんで、はい、うまくそれはやりきれなかった。特に去年の場合、金曜は FP1 しかなかったんで、はいはいはい、まあ、やったんだけど、まあ、結果に結びつきづらかった、うん。で、それを次の週のメキシコで、あ、多分こうやれば大丈夫だっていうのをはっきり見つけてトライしたのが実際、予選4位っていう、まあ、思った以上の結果になったん で、うん、でそれがやっぱ車として今の車をうまく使うにはこの方向性がいいんだよねっていうのがまあ見えたんですよね、うんうん、でまあ実際それは見えたんだったら角田くんも同じような方向に持っていくのは当たり前じゃないですか、うん、角田くんがどうこうしたいとかよりはチーム全体としていい方向に持っていった方がいいわけだから、とりあえずこれ勇気も試してこういうドライビングしたら速く走れるかもよっていうのをまあやったっていうだけの話で、うん、まあ、もちろん角田くんとしても早く走れる方がいいので、うん、要するに角田くんって頑張れば頑張るほど、これまあ初年度の時も何回も言ってますけど、はい、あのやっぱりブレーキングに自信があるから、タイムを縮めよう詰めようと思った時に、うん、やっぱブレーキングをなるべく遅らせて、でギリギリまで行ってキョンってブレーキ踏んでっていうとこでブレーキングで稼ごうとする傾向があるんだけど、まあ、それをやっぱやりすぎると、はいはい、次やっぱ立ち上がり苦しくなるとか、コーナリングの、まあ、入ってくところから、うん、ボトムスピードっていうところが苦しくなってくるんですけど、
去年の車ってもともとやっぱそのハードブレーキングして特に低速コーナーに入っていくところなんていうのが、まあ、車の挙動がちょっとよろしくなかったんですよね。だからハードブレーキングしてフロントがこうギャンって沈み込むような時もあんまり車のこう要するにこっちが上がっちゃうわけだから空力的に安定しない。で300キロで走ってきてブレーキングして前のめりになって例えば80キロまで下がるってこの時速が300から80までギャンって下がるところが風が流れる量が変わるわけでしょう。あ、はいはいはい、そうするとここの後ろがやっぱすごく不安定になる、うんうんうん、グリップの出方が不安定になるっていうのがあって、うん、そうするとこう、はい、ブレーキングした後に曲がっていくところがうまく曲がれないとか、うん、で立ち上がりの加速も悪くなるね、うん、で曲がっていくところもずっと同じ曲がり方例えば曲がりにくいにしても同じ曲がり方ならいいんだけど、うん、曲がりにくいは曲がりにくいでもここまで曲がりにくいんだけどここから急に曲がるようになるとか、はいはいはい、最初はよく曲がるんだけど途中から曲がりにくくなるみたいな、うん、要するに回答性が一定じゃないっていう問題が去年の AT04 は結構あって、うんまあ、それを改善するためにずっとフロアの改良というかアップデートをやり続けてたんですけど、特にだから後半戦はそれが進み、うん、だからシンガポールで入れたやつとか、まあ、最終的にはあのアブダビで今年型のフロア入れて大きくそれで改善できたんですけど、うんまあ、その前のこのまあシーズン後半戦の段階でリカルドはそのちょっとブレーキングからターンインのところで不安定な車に対してはツロナックみたいにおりゃって その不安定な車で頑張ってレートブレーキで稼ぐじゃなくて、うん、もうちょっとマイルドなブレーキングをしてターンインから立ち上がりで稼いでいくっていう方がまあいいんじゃないのって、まあ、もともとリカルドもちょっとそういう方向のドライビングだったりはしたので、はいはいはいまあ、そこがうまくはまったんで、まあ、角田君もそういうセットアップにして、うん、本来の自分のドライビングスタイルとは違うんだけれどその今の車を早く走らせるためにはそっちの方がいいよねっていうやり方をしてたんですね。でその方向性っていうのが、まあ、今年の車もかなりそっちの方向に行ってるっちゃ行ってるし、うんまあ、ブレーキング時のそのスタビリティとか回答性のコンシステンシー安定性っていうのはまあ今年さらに改善はしているので、うん、それはレッドブル RB19 のフロントサスペンションをあの投入したっていうことも、うん、もちろん影響はあるけどまあそれが角田君は大きいって言ってたけど、うん、走ってる時のこのステアリング切った時のフィーリングとかは、うんまあ、かなり変わったんですよねって言ってたけど、うんまあ、技術側の人に聞くと、まあ、サスペンションもちろん一つのファクターではあるけど、うん、どっちかというとそれよりもやっぱフロアエアロの方の安定性が増したことがこの回答性の一定性っていうのを高めてるっていうふうに言ってたんで、まあ、そこはまあセットアップもそうだし車の開発の方向性としてもそうだし、まあ、だからそういう意味ではリカルドがこういう方向に行った方がいいよって提示したのが正しかったことは確かなんですよ。でそれに車も角田君も合わせていったことも確かなんですよ。だから別にリカルドがこういうふうに言うことは僕は間違ってないと思うし、うん、リカルドのおかげでチーム全体が底上げできたことは確かだと思うんで、うんうんうん、そこを否定したらちょっとかわいそうだと思いますよ、うん、これ実際これ真似したって言い方は してないんじゃないの。真似したとは言ってないです。あの、うん、リカルドのセットアップとドライビングスタイルの方向に、うんまあ、寄せていったっていうクローサーっていう言い方をしてました。シミラーとかクローサーっていう言い方をしてました、はいはいはい。まあでもあの結局はじゃあそれで車が良くなったとかセットアップが良くなった状態でどっちが速いかっていうとリカルドより角田君の方が速いっていうのは確かなのでそれがだから角田君の方が速いっていうことの言い訳にはならないですけどね。うん、まあ、でもリカルドのおかげで角田選手の速さに磨きがかかっているのであればいい組み合わせとも言えるわけでしょ。でもまあ車がもっと本当に角田君が望むようにギリギリまでブレーキングを食らせてギャンって踏んでギュッて曲がっていくような車だったら角田君はもっと速く走るかもしれないですよ。あ、なるほど。でそれに例えばじゃあ角田君だったりとか、うん、あとマックスとか、うんまあ、リアが多少フラフラでも対応できる車のドライバーはビャッて速く走れるし、うんうん、それに対応できないちょっとリアフラフラしてると自信持って攻めていけないわっていう人だったら遅いって余計差が大きくなる可能性はありますよね。はい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 。まあ、そういう意味ではリカルドが提案した方向性というのは自分にとってもプラスだし、うんまあ、チームにとってもプラスだけどもしかしたら角田君にとっては多少はプラスだけど、うん、本当は違う方向にいた方がもっとプラスかもしれないです。あ、そういうことね、うん、だから角田&マックスっていう組み合わせだったらそうだよね、もっとブレーキング奥まで行けた方がいいよね、そこでキュッて曲がった方がいいよね、うん、多少リアフラフラでもいいよねってなったかもしれないですけど、うん、ただそれがレッドブルはできます、うん、でもアルファターリの開発陣にはできませんっていうことも十分あり得るので
今のアルファターリー RB が持ってるもので言うと、今のリカルドが提案したセットアップっていうのは正しかったし、うん、それでメキシコ以降実際まあ伸びてますからね、うん、パフォーマンスとしては最後の終盤戦毎回早かったわけで、はいはいはい、それはまあ別にリカルドがそれを自慢げに言うのは全然正しい間違ってことじゃないと思いますけどね。結局角田選手の方が早いわけだから、まあでも上海ではリカルドの方が早かったんで、まあ、車に問題があったというふうに感じるぐらい角田君的にはリアのスタビリティがなかったわけですけど、それが本当に車の問題なのか、まあリカルドも実際には同じようなフィーリングで走ってるのか、まあ開幕3戦はリカルドだって同じようにリアのグリップ感がないっていう、まあほぼ角田君が上海で言ってるのと同じような状況で走ってたんで、まあそういう意味で言うと上海で角田君が負けたのは車の問題があるから無効っていうんだったら、開幕3戦でリカルドが負けたのも無効ってしてあげないと。まあ、だから鈴鹿は結構もうほぼ車いい状態になってて、それでまあ若干の差コンマ0.8とかそんなでしたけど、それがまあリカルドと角田くんの差かなと思います。だからまあ角田くんが本当にリカルド言うようにアタックラップ Q2 で本当に完璧な、本当ちっちゃい積み重ねでいいアタックラップをまとめてるのに対して、リカルドはあのコーナーもちょっとこうだったなとか、あそこもう少し行けたかなとかっていうのがあってコンマ0.8の差とかっていうとこだと思うんで、速さ自体はそんなに変わんなくても、やっぱり最後にまとめ上げるところが今角田くんがすごいいい仕事してるっていうことだと思いますけどね。だから角田くんはかなりすごいことをやってるんでしょ、まあ、それがなんかこうすごいというふうに伝わってこない。伝わってたことないでしょ。伝わってるでしょ。開幕4戦上海がダメだっただけで、別に鈴鹿までは角田すごいよねってみんな思ってたんじゃないですか。太郎さんが角田くんのこと嫌いなだけじゃん。いやアンチ角田なだけじゃん。アンチ角田じゃなくて、まあ、あの関わるなって言われてますんでね。いい、その調子でどうぞあのアンチのままでいてくださいぜひでもアンチ の、ね、裏返しはやっぱ関心があるっていうことだからな、ね、危険だな。気になってるってことだ、ね、無関心でいてください太郎さん角田の角字 もう思い出さないでください。ずっと忘れといてください。岩佐の命もいらないですリカルドとかローソンのことを応援しといてください。ああ、なるほど、はい、なるほど、アストロールでもいいですよだからあれでしょ、中国の時にそれまでにリカルドが使ってた何かをがテレコしたわけじゃないでしょ、つまり君と、はい、うん、結構同じようなことを言ってるから、はい、あれ、そうですね、そう疑ってもおかしくないぐらいの状況でありますけど、そんなことはなかったってことね、はい、まあ、だからそれ逆に言うと、だからリカルドもモノコックが悪かったとかじゃないんじゃないかなとは思われますけどね。それはまあチームも実際そういう風に言ってますし、まあでも人がやってることだから何かちょっとしたきっかけで、特にリカルド選手は、ね、あのデリケートな感じするから角田選手もデリケートかもしれないですよまあまたこれで、あ、余計なこと言っちゃいけない、はい、関心もない難しいよね角田が活躍しようがしまいがしたことじゃない。お題が角田くんなのに、じゃあリカルドですよ。リカルド、あ、リカルドか、そうそうそう、リカルドの応援だけしとけばいい。リカルド頑張れっとけばいいですよ。そうだね。じゃあ、はい、まあ中国で角田選手をね破ったリカルド選手にはね、はい、これからまたじゃんじゃん、はい、前のめりに行っていただいて、いい車作っていただいて、うん、また急にリアのグリップがないって始めたりしてリカルドあれってモノコック変えたのにおかしいなリアのグリップがないまあでもそういうことがなきにしもあらずな感じはねしますけれど、はい、まあ、ということで、リカルド選手がチームにどうやら貢献したことは、まあ、間違いなさそうではありますけれども、それが、角田選手の後ろを走っているという言い訳にはならんということをね、今一度リカルド選手には自覚していただいて切磋琢磨していただければと思います。はい、ということで、まあとにかくリカルド君は、ユキ選手の後ろを走ってくれればそれでいいから、何で言ってくれても構わないよ、と思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフパーカーは Yes 概要欄から新たにした